右側の極下筋上部のストレッチを行っていきます。左が硬い人は左側で同様に行ってください。1セット目、右肩を壁側にして立ちます。壁側の腕を後ろへ伸ばし、手のひらを後ろへ向けます。次に肘を曲げ、肘を壁に当てます。反対の手でストレッチする方の手の甲を背中から離すように押して20秒間伸ばしていきます。息は止めないようにゆっくり呼吸をしながら行っていきましょう。あと10秒。肩の後ろのあたりが伸びているのを確認しながら行いましょう。3、2、1、終了。はい、終了です。ゆっくり戻します。ここで10秒休憩します。2セット目。それでは2セット目を開始します。腕は後ろへ30度伸ばします。伸ばしすぎないように注意してください。肘を支点にして腕を内側にひねります。3、2、1、終了。はい、お疲れ様です。ゆっくり戻しましょう。10秒間休憩です。3セット目。はい、それでは3セット目です。ストレッチする方の肘が伸びないように気をつけましょう。肘は90度をキープします。あと10秒。痛みのない範囲でゆっくり背中から離し、肩の後ろが伸びた感じを確認しながら行いましょう。3、2、1、終了。はい、お疲れ様でした。これで終了です。20秒1セットとして3セット行っていきます。朝昼晩と行うようにしましょう。このストレッチの詳しい注意点などについては上の説明編動画をご覧ください。